では、前半振り返っていきたいと思います。えっ、ー、と、ソシエダホームで、シェリフがアウェイ。シェリフ、あ、ソシエダが、ソシエダが4231で、いつも通り、中盤、ひし形のボックスタイプですね。で、えー、シェリフが532の形でしたと、こうですね。532の形でやってます。で、シェリフが守る時間が多くて、ソシエダのポゼッションが、 やっぱ多いっていうような、そんな展開になりました。で、えー、ソシエダーの方は、最初サイドバックを高い位置に置いて、で、1枚メンデスだったりとかゲバラだったりとかが下がってきて、で、両サイド、センター両センターバックを下げてっていうような感じだったりとか、っていうので変則的な形で3バックのようなのを作って、とりあえずサイドバックを高い位置まで上げましたよね。 で、サイドバックを高い位置まで上げます。で、ちょっと中途半端な位置に最初上げてたんで、それに対して、えー、シェリフはしっかり両サイドがマークについていたんですよね。で、両方お互いがお互いウィングバックっぽい位置になって、で、ここの位置にボールが入ると、サイドバックにボールが入ると一気にプレスをかけてくるっていうような感じで、おそらく奪いたいエリアとしてはこの高い位置ですね。サイドバックの高い位置。 で、奪い切りたいと。で、奪い切ったらそのままカウンターで行くっていうのが狙いだったかなと。で、それに対して、えー、ソシエダー,ーはちょっとビルドアップの仕方変えて、中盤は高い位置に残らせる。サイドバックを下げましたよね。ほぼ平行まで下げて、こういう状態。相手の、えー、っと、532の53と2を分離させる。ここ分離させようとしましたね。で、これによって、えー、相手のサイドバックが、 え最初は寄せてこないんですけど、繋いでくうちにだん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 じわ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 高い位置まで上がってくるので、どっちかのサイドバック、アリッツかリッコのどっちかのサイドバックに入った時に、あの、相手のウィングバックというかサイドバックが寄せてきますよね。で、この寄せてきた時に、ここの中盤の間が空いてくるというのを利用して、えっと、まあ、下げて逆に展開していって、で、逆サイドから、あの、ボランチ経由しながら展開していったり、直接ここ、 え、パストをして、で、そこから展開していったりっていうので、とりあえずここの間を開けようとしましたよね。で、相手の分離ですね。ちょっと低い位置まで下げて、ビルドアップすることで、相手を分離させて、で、そこから展開っていう風な形が増えましたと。で、これが結構機能してたんですけれども、なかなか決まらなかったっていうのが、前半でしたね。で、シェリフの方は、 まあそうは言っても、えー、サイドの高い位置ですね。サイドのこの高い位置、こっちだったりとか、それからこっちだったりとか、が狙いで、後ろはしっかり守って固めて、えー、通させないようにする。で、そシエが後ろの方に、えー、ビルドアップの時に、後ろに下げていったら、前からプレスをかけるっていうので、全部が全部はハマらなかったんですけど、時々ハマってたシーンがあって、特にサイドですね。サイドで奪い切るっていうシーンが増えてて、 ここにサイドに持ってった時に相手の中盤がめちゃくちゃ寄ってくるんですよね、こうやって。こんな感じかなこんな感じで、もうほぼ前にスペースないような状態。で、フォワードもセンターバックについてっていうので、こんな感じで詰められる時は詰めて奪い切ったらカウンターっていうのがちょいちょいありましたかね。2、3回ぐらい確かあったと思うんですけど。で、えっ、ー、と、そうこうしてるうちにこの20番の選手が、えー、イエロー2枚目で退場しましたと。 で、ここで大きく変わったのがフォーバックですね。4バックになって441の形になりましたよね。やっぱ守備優先するっていうのは変わらなくて。で、こういう感じで441の形にはなるんですけれども、ここで結構シェリフ上手かったなって思ったのが、えっと、サイドバックが、えー、必要以上に釣り出されない位置にいて、ちゃんとここ、例えばですけど、こういう状態だったらウィングが当たりに行くっていう風な感じで、 で、えっ、ー、と、もう少し高い位置になったら、このサイドバックが寄せに行くんですけれども、えっ、ー、と、きちんとこの、後ろですね、に、えー、人が1枚入ってくる。で、ボランチからツーボラの一角が入ってったりとか、で、ウィングというかサイドハーフが戻ってくるっていうような形をとって、必ずこの5バック気味の状態は崩さないようにしてましたね。で、これがちょいちょい隙間空いて、えっ、ー、と、シルバーとかがそれに気づいて、 隙間を開けようとシルバーがここに間入ってきて、ここでボール受けて相手を釣り出して、で、その裏に、あの、フォワードが流れてくるっていう風にしてたんですけれども、ここは守り方、相手のこのボールに寄せる選手が、ここの間だけは絶対通させないっていう風な感じで、ボールにはそこまで行かず、パスコスキルっていう風に集中して、 で、もちろんセンターバックもカバーに入ってっていうので、なかなか展開できずに組み立て直しっていうシーンが多かったんで、あの、4-4-1みたいな変則の形になっても、5バック気味の守備っていうのは変えずにやれてたっていうところはかなり守備が徹底されてるなっていうふうに思いましたね。あの、ただ単純に5バックだけ練習してたんじゃなくて、あの、中盤とディフェンスラインとの連携がいろんなパターンで多分できるんじゃないのかなっていうふうに見えました。で、 えー、最後に点取れた理由がセルロートのところですよね。ここ、まあ、ちょっと人があれなんですけど変則的ではあるんですけど、右が上がってたのかなのラッシードが、えー、左サイドバックに変則的に入ってましたと。で、えー、多分決まり事なんでしょうね。中をすごい、セルロートが大外で開いてボールもらった時に、中をすごい気にしてたんですよね。中の状態をチラチラ見ながら、あの、 ポジション取って、で、結局、絞ることを選択したんですよね。で、この絞ったことによって、セルロートが自由にボールを持てて、こっからドリブル突破していって、で、最後カットインからのシュートっていうような形だったんですけれども、これ、仮に、えー、5バックですね、もう1枚、退場者が出なくて、この選手が退場してなかったら多分、えー、こんな状態になって5バックになっていたので、セルロートが、 このサイドにいた時点ですね。サイドにいた時点でもう一気にプレッシャーかけて、でカバーも入ってっていうので、ここで多分やらせなかったと思うんですよね。この退場者が出てしまいました、4バックになりました、中をより絞るようになりましたっていうのが、得点の布石になりましたね。そしてやっぱあの、状況が変わった後の対応力が半端ないですよね。 すごく対応力があるんで、ビルドアップもそうですし、で、シルバーの、あの、ここの、中途半端な位置というか、ここの釣り出した後の裏を狙うポジショニングだったりもいいですし、で、このセルドートの起点も良かったですし、やっぱ、人選手一人一人が、考えてるなって、で、それが、考えた結果、いろいろ動いて、結果、うまく機能してるんで、 まあ、ソシエダの対応力が、ちょっと上回ったかなと。相手の守備も悪くないんですけどね、決して。後半じゃあ見ていきます。えー、っと、ソシエダとシェリフで、シェリフはそこまで、選手変えてはいたんですけど、そこまでやってるサッカーは変わんなかったかなと、前半の終わりの方と。結局、えー、っと、4-4-2の形をとって、サイドバックが上がってきた時にはサイドハーフがしっかり見て、 で、変則的なサイブ、ファイブバックみたいな感じ、こ、こんな感じですね。を、通るような守備を続けていましたと。で、それに対して、ソシエダは、変わったのがこの433に変えた時ですよね。433に変えて、久保とナバーロを外に張らせます。で、そうすると、相手のサイドバックが、こう見なきゃいけなくなります。ってなると、相手の、この、間ですね。ここの間、ディフェンスラインの間が空いてくるので、その空いたところにインサイドハーフが、 飛び出していきます。で、結構そこから攻めてましたね。一旦ナバーロとかクボに当てることによって、相手が寄せてくるから、ここの隙間が空いてくるから、その裏に流れてくる。で、プラスオーバーラップも含めると、相手のサイドバックがより行きづらくなってくるんで、えー、クボの突破がより行きますというので、どんどん崩していきましたね。そういう感じで崩しましたと。で、トリエンテスとゲバラ、この二人の飛び出しっていうのが、 結構良くて。で、それが生きたのが、久保がアシストしたシーンですよね。えっ、ー、と、3点目ですよね。確かアシストしたシーンは。えっ、ー、と、サイドナバーロが、ちょっと張り気味で、だったか、あ、違うか。えっ、ー、と、張り気味だったけど、えっ、ー、と、この辺にいたのかな。ちょっと細かい位置までは覚えてないんですけど、ゲバラがここで受けて、で、この間ですね。間のところで受けて、こっから、 サイド突破測りましたと。で、相手のディフェンスもついてきて、ディフェンスラインが絞らざるを得なかったので、久保が大外で開きましたと。で、ナバーロもこの位置から、サイドから中に入ってくるんでフリーでいられて、で、久保がうまくここヘディングで折り返したところ、ナバーロシュートっていうような感じだったんですけど、大元辿ると、えっと、ここですね、あの、インサイドハーフが、えー、裏に流れるような仕組みを作れたこのナバーロが、サイド張って、 でサイドバックを釣り出して、ここの隙間を開けてた。相手のセンターバックとサイドバックの間の隙間を開けてたところに、ゲバラがうまく入っていって、そこから突破したっていうような形でしたよね。<laughs> なので、あ、ソシエダの戦術が思いっきりハマりましたね、これは。っていうのがハマって。で、久保に関しては、 えっと、入った時からもう433の多分右ウィングだったかなと思うんですけど、基本的にはサイドに開いて、で、このサイドバックですね。サイドバックを釣り出したところから味方使いながら、展開していくっていうのが久保の攻め方でしたね。で、特にこの間ですよね。あの、相手のディフェンスラインの間が結構空きがちだったので、ここに対して、サイドバックがオーバーラップしてきたり、もしくは、 インサイドハーフが飛び出してきたりって、特にトリエンテスとか、ここの間ですよね。この間の裏のスペースを2列目から飛び出していったところ、久保がちょっと横にずらして、で、パスっていうのが1本決定的なのありましたけど。で、もう1本か2本ぐらい、ここの間のパスですね。ここの間のパスっていうのが結構あったかなと思いますね。で、逆に左サイドにボールがあるときは、 久保は中に絞り気味にいて、で、ちょいちょいここの動き変えてたんですよね。最初の方は割と久保をこの2番に対して、えー、少しついていくような感じで、あえて2番に自分のマークつけさせて、で、誰かがサイド突破していった時にマイナス気味で受けようとしてましたね。ところがこのマイナス気味で受けようとしても、あのー、結構スペース埋められてて、なかなかここのパスっていうのが供給できなかった。 ような状態にあったので、えー、っと、ちょっとやり方変えましたよね。あえて、えー、っと、逆サイドにボールあるときは、あえてちょっと入るの遅らせてたんですよね。で、遅らせることによって、相手のディフェンスラインが一回、この2番ですね、特に、マーク外すんですよね、久保のマークを。で、サイドにちょっとボールウォッチャーまではいかないけど、サイドに注意がいってしまって、この状況から、えー、サイド突破、来たと 時にナバーロ、特典シーンがそうなんですけど、特典シーンのところとかも、ナバーロがドリブルで抜けていった時に初めて中に入っていくっていう、ちょっと遅らせたんですよね。で、この遅らせた入り方によって、えー、フリーになれてで、それがこうなして、えー、アシストになりましたよね。最後は、えー、っと、ちょっとボールがずれたんでヘディングで何度か折り返したんですけど、っていうような、えー、っと、シーンがありましたと。 で、そこから久保の動きが、えっと、逆サイドにボールある時の中の入り方っていうのがちょっと変えて、えー、少しサイド気味になったんですよね。で、後半残り10分ぐらいから点が欲しくなったのか、あの中に移動するようになって、で、サイドバック、あいあのー、 右サイドで変わったサイドバックも結構高い位置取る。アリッツよりはどちらかというと攻撃的な選手だったので、サイドバックも高い位置取るからっていうので中央に入ってきましたと。で、中央に入ってきて裏狙うっていうシーンもあったんですけど、えっ、ー、と、久保の得意なこのバイタルエリアですね。バイタルエリアに入っていって、この間で受けるっていうプレイにちょっと切り替えましたよね。サイドに貼るっていうよりはどちらかというと。で、ここの間で受けてそこから展開していったりとか、もしくはこの中途半端の位置ってあれなんですけど、 ハーフスペースあたりでボール受けて、こっから味方経由して、で、展開していくっていうのを測ったんですけど、バイタルエリアでボール受けた時は結構防がれてましたね、相手に。早めに囲まれて、ここは一番、あのスペース埋められてた部分なんで、で、難しかったのと、ここでボール受けて味方使っていこうとした時も、ちょっと味方とうまく合わず、やっぱシルバーがこういうところは一番うまいかなと思うんで、トリエンテスが、 中央、間入ったりして、ここで、久保と、あの、受けて、で、ワンツー気味で行こうとしたんですけど、トリエンテスの落としが足元に来たんですよね。この辺に、例えば落として、で、こっからダイレクトで、えっと、間抜けてっていうのが多分久保のイメージだったんですけど、そんな感じでちょっと、ここの味方との連携も、シルバーほどはちょっと合ってなかったなっていうのを感じましたね。まあ、久保のプレイとしてはそんな感じですね。サイドに張って溜め作るか、 もしくは、えっと、逆サイドにボールあるときは、大、えー、外からフリーになって突っ込んでいくか。で、途中からは、えー、中に、サイドバッカー高い位置取ってるから、中に絞り気味で、この、あ中央で、バイタルエリア付近でボール受けて、ボールを運ぶか。という感じでしたね、久保の役割としては。